しおりさん。出資者との話はもう済んだのね。純粋線はまだついてないわよ。ん？そちらは？ああ、紹介しよう。こちらは旅人とパイモン。はじめまして。よろしくね。うん、よろしくな。チオリアの天使はすごいって噂には聞いてたけど、やっと本人に会えたな。ありがとう。あのお嬢様の身分に釣り合わせるには、あれくらいするのがちょうどよかったの。それで、何があったの？顔色が悪いけど。実は、大変なことがあって。また、待ってくれ、チオリさん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは分かってる。絶対にあるでしょ。だが、どうしても断れなかったんだ。彼はあの時、他の人の倍の額を提示してくれたから。そこが問題なのよ。こちらにも訳があるんだ。こんな素晴らしい脚本を手に入れたからには、当然この英をきちんと取りたいと思って。だが他の人が提示してくれた額では制作費を賄えない。やっとのことで大金を出してくれる人に出会えたから、つい。落ち込むなよ、ブザビエ。おいらたちが、少しはモラを集めてやれるかもしれないぞ。ありがとう、パイモン。その気持ちはもらっとこう。でも永遠にかかる費用は莫大で。かき集めたところで役者の出演料さえ払えないかもしれない。ま、過ぎてしまったことは仕方ないか。でも、諦めるにはまだ早いわよ。もしや、千織さんには何かいい方法が？そういう意味じゃなくて、まだ話は終わってないって言っただけ。何しろ私が推薦する役者は、モラより別のものを大切にしてるから。ほんま？じゃああんたらはどこに住んどる？私たちメルジーヌの家はメルシー村にあって、水の中に入らないといけない場所にあるの。はあ、そうやったら毎日仕事が終わるとクタクタやろ。ごっつ長い道のり泳がなあかんねんもんな。あなたって優しいんだね。でもフォンテーヌ邸に住むことを選ぶメルジーヌもいるんだよ。その方が何かと便利だから。着きましたよ。え、もう着いたん？もっとアイベルちゃんとおしゃべりしたかったのに。アイベルさんの案内、私も楽しませていただきました。詳しくて情景の描写も鮮明で興味がつきません。ありがとう。私は普段いつもこの純粋線に乗ってるから、また会えるといいね。紹介できてない観光スポットもまだまだたくさんあるんだ。フォンテーヌ邸へようこそ。しおりさん、見違えました。あなたが稲妻を離れてから顔を合わせるのはこれが初めてですね。うん、私もこんなに長い時間が経ってるなんて思いもしなかった。当時は急いでてお別れの挨拶もしてなかったもんね。お招きいただきありがとうございます、グザビエさん。この度のフォンテーヌでの旅の収穫を楽しみにしています。神里さんにお越しいただけるとは、こちらこそ光栄です。グザビエが言ってた出演者ってこいつらのことだったのか。あら、旅人さんにパイモンさん。おお、奇遇やな。来る途中、彩香ちゃんとあんたらの話をしとったんやで。二人も英英を取りに来たん？オイラたちは
会場でグザビエにばったり会って一緒についてきたんだ。せやけど、うちは出演者とちゃうで。役者は上里様と彩香ちゃんの方で、しかも主演。うちは彩香ちゃんに便乗してくっついて遊びに来たんや。いや、それは永遠の準備をしてるとき全然連絡が取れなかっただろう。旅人も自分の用事で忙しいだろうから、お邪魔しちゃ悪いと思って。だからこの永遠では旅人のことはひとまず頭の片隅に置いて、他の主演俳優を探すしかなかったんだ。フォンテーヌに来る途中、私も長いこと考えていたんですよ。どうやったらあなたたちに会ってびっくりさせられるかと。でもまさか先を越されるなんて。あれ、お互い知り合いなのか。それは奇遇だな。こうしてここで再会するなんて、そうあることじゃないぞ。よし、こうしよう。ホテルデボールに場所を移して食事しながら話そうじゃないか。席も予約してある。もちろん。料理を多めに出してくれるよう支配人に頼んだか。ではお言葉に甘えて、グザビエさん、ご案内よろしくお願いします。の建物ってみんな背が高うてでっかいんやな。アイベルさんが話してくれた噴水もありますね。とても美しくて華やかです。真ん中の大きな玉はどうやって回転しとるんやろ。あれがクロックワークっちゅうやつか。